2013年6月6日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。まあ、繰り返しになりますがね、私のね、地元の、選出の岸田総理がですね、全国の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。でね、今日の話題とはね、いわゆる7条解散はね、許されないということです。まあ、いわゆる憲法第7条に基づいてですね、まあ、天皇の国事行為にね、衆議院をね、解散すると、いうこともあるわけですけどね、それだけに基づいてね、衆議院をね、解散してしまうと、いうことですよね。うん。これおかしい話ですよね。ただ、憲法第7条にはね、要は天皇が国事行為としか書いてないわけですよ。要は天皇はね、内閣の助言と承認によりね、左のね、国事行為を行うと。ね、国事に関するね、行為をね、行うということですよね。だから、それこそね、いわゆるね、7条解散が許されるんだったらね、国会でがね、決めてもいないようなね、法律をね、どんどんね、助言と承認と称してね、内閣がね、天皇にね、交付させることができ、できちゃいますよね。そうでしょ？そうでしょ？うん。あるいはね、なんだ、大使の信任状とか、そういうことをね、勝手に、できるとかね、まあ、いろいろね、あるけど、まあもちろん、憲法、下手したらもう憲法さえね、できちゃうってことですよね。憲法さえね、改正さえできちゃうっていう話ですよね。うん。こんなね、だから内閣の助言と承認に、さえっていうのはね、全くね、もう、むちゃくちゃな、話でね、それだけで解散なんていうのはおかしい話でね。やっぱりね、憲法69条に基づいてね、内閣不信任案が可決されるとかね、あるいはね、予算案ですね、予算案ですよね。あるいはね、内閣のね、命運をね、かけたね、重要法案がね、与党内の造反でね、衆議院で否決されたとかね、例えばね、防衛増税のための法案がね、公明党の造反で否決されたとなったらね、嬉しいですけどね。まあ、なかなかならないけどね。うん。そういうケースにね、解散をかけられるべきじゃないんでしょうかね。まあ、似たケースと言ってね、参議院でね、郵政民営化法案がね、否決された。小泉純一郎先生、ね、総理の時のね、解散。これはね、でもただ、衆議院じゃなくて参議院で否決されて衆議院を可決されてるのに衆議院を解散するっていうのもね、これもまたちょっとおかしいんだけどね。うん。本当はおかしいんだけどね。まだね、いわゆる7条解散に比べればね、というところですよね。うん。海外ではね、もうすでに解散をね、縛る法律もできている国もあるんですよ。だからね、日本においてもこんな形でのね、行政の国会への優位っていうのは認めるべきじゃないですよ。もう勝手にね、うん、結局、行政のトップであるね、総理大臣がね、解散し放題っていうね、こんな形でね、ほんと、圧倒的なね、国会への優位ですよね。うん。もう話変わりますけどね、昨日はね、福岡高裁の宮崎支部、まあ大崎事件の再審を認めない不当判決が出ましたよね。うん。まあ結局警察がやったことはね、結局裁判所はね、チェックはもうかけないということですよ。うん、うん。ね、再度チェックはね、かけたくないってことね。うん。あと、広島ではね、後ろ郷一先生の労災認定を求める裁判でもね、これもね、常識的に見たら、認められるだろうって話でね、認められないと。ほんとね、行政がやることに全くね、裁判所、まあ、労災の場合ね、厚生労働省か、ね、行政に全くね、裁判所のチェック聞いていない。で、身近な県政でもね、まあ、例えば教育庁の暴走に対してね、県議会、辞職勧告決議さえ出せない。ね。もうチェック機能全くできていない。うん。だから岸田政権云々以前にね、この国はもうね、圧倒的なね、行政優位にね、なっているってことをね、再確認したい。その頂点がやっぱりこのね、やっぱりこの7条解散がね、まかり通っているってことです。ね。この行政優位によるね、この歪みがね、やっぱどん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 蓄積していってね、やっぱりね、安倍政権以降ね、以前にも増してひどいね、やっぱりこの、あれになってきてるっていうかな。うん。お友達、中心のね、政治にね、なってきてるっていうことですよね。やっぱ三権がね、やっぱりバランスよくね、していかないとね。
この国はね、腐っていく一方であるということもね、やはり再確認を、ね、していかんとね、これいけんのんじゃないのかなというふうに思いますが、皆さんいかがでしょうか。うん、まあ、解散解散って言うけどさ、ね、そのことに対する批判的なね、視点というのもね、非常にね、大事なのではないかというふうに、ね、思いますがね、皆さんね、うん、いかがなものでしょうか。ぜひともね、あれですね、本当にね、七条解散はね、これ許されないということはね、やっぱり本来許されるべきじゃないしね、こんなこと許したらね、もう、憲法のね、行政が優位であるということをね、うん、やっぱバランスが崩れちゃうということをね、しっかり我々認識すべきだということね、うん、解散解散って、いう、なんかね、まあ総理が解散してきた場合にね、それに対応するというのは、ね、大事ですけれどもね、政治家がね、それとは別にね、やっぱりその、本当にこれでいいのかという視点もね、やっぱり提起をね、していく必要があるんじゃないかと思いますが、皆さんに、ご意見ね、また伺いたいと思います。それでは皆さん、失礼いたします。